ずれもファーを狙っていますが、こちらはどうか。これもニアを使った。ドセー、先制ゴールはガンバ大阪、小野瀬。コーナーキックからのセットプレーからの流れで小野瀬がゴールを決めました。ガンバ大阪が先制ゴールを決めました。これが7ゴール目。